田岡実る千年は、日本の政治家。和歌山県新宮市長。和歌山県新宮市出身。1979年3月、和歌山県立新宮高等学校卒業。1985年3月、大阪芸術大学芸術学部卒業。同年4月、株式会社カメラの田岡に勤める。1990年、同社の代表取締役に就任。 また、1987年6月からは毎日、放送報道局新宮駐在員を検職した。2008年9月、カメラの田岡と放送局駐在員を辞める。2009年10月の新宮市長選挙で初当選。10月30日、市長就任。現在3期目。2009年10月25日執行。 自由民主党県連幹事長を務めた県議の下川俊樹、市職員の岸吉夫、元新宮市長の上野哲弘など、いずれも政治や行政に経験豊富な3候補との激戦を、正治初当選を果たした。当日有権者数26,710人、最終投票率 74.90%2013 年10月27日、執行。 市議の上田勝之、市議の大西剛を破り再選。当日有権者数25,879人、最終投票率 69.00%2017 年10月22日、執行。市議の並川哲次を破り参戦。当日有権者数24,960人、最終投票率68.62%。ありがとうございます。